今日は桜満開ですので敷島公園に花見に来ております。ここは前橋市の有数の桜名所となっています。展望です。今は陸上競技場の近くにいます。今は正田醤油スタジアムということで、J1 をはじめ J リーガーがですねここでサッカーをします。こんな感じで、一面ですね公園という形で開放しております。花見ということで、かなりの人出になってます。敷島公園の満開の桜です。大きなお猿がいるんですよ。ぶつかるよ。敷島公園桜物語でした。